持ってるやつ。上にやつがいる。でもね、モンスタークラスがいる。6でもねえやついる、まず。まず発電機回さないでサボるやつなんて。6でもねえやついる。あ、まあ、つまんねえ敵だからいいや。サボるぞ。これ壊れる試合だから、もうやんないからこんなことつまんないよ。まあね、なんでやんないよ。そうなの。壊せる。助かるな。お、何だ。もう見えないぐらいのあれはさ、面白くねえもん。まず3人で一緒なんだけど、マジで何やってんだよ、歩いてたり。やってんだよ、マジで。テレビが倒れてんじゃん。ここ見たら。あれかもしんねえな。あれかもな、これ。どうすんの？ダメだな。これ予想外を使わんじゃねえんだよ。この運用で使うんじゃねえんだよ。回復する人がいたら使わなくていいんだよ。いやー、意味ねえことやるよなこいつよ。残り2台なんだから回し合いだけなんだわ。くだらねえことやってる方がダメなんだわ。残り2台なんだから、予想外の使い方ができてねえんだわ。回復する人がいたら回復させればいいんだよ。ここ1番で使えばいいんだよ。あ、やばい。なんでよ。だから余計なことやるからこうなるんだよ。
余計なことをやるからこうなってんだよ。やっぱり無駄なことをやってんだよ。多分来てんでしょ。エリルは役に立たねえし、マジで。エリル帰ってるわ。だから無駄なことを、レオンがやってることが無駄なんだわ。なんで来てんだよ、まず発電機のこねよ。同じ動きをしたらダメなんだわ。待てよ。待て待て。いつも回復。エリルが使ったら、使えねえよ、これ。使えねえんだから。入ってくれよ。よし、大丈夫。2台目を回させるってことが大事だ。チームで一丸となって戦えばいいだけだから。無駄なレオンのヘンテコ救助もないから、まずそこを回すことが大事よ。回すことが大事なんだよ、チーム。回んねえかな、やべえな。あ、いいね、いいね、いいね。オッケー、オッケー。チームで戦って勝てばいい。ノーバンがあるからマジで気をつけて。誰かが犠牲になんなきゃいけないかもよ。叩かない。チームプレイ、チームプレイ。連携、連携。連携やん。エリルのやつ、初、そこゲート開けろ、まず。誰もゲート上げねえのか。いや、ケイトは優秀やな。よし行こう。これや、これや、ヒールちゃん、デッドバランス抜けろ、助けなくし。レオンのあの、無理くり救助がこういう場面作ってるから。スーパースターだろ、ヒルちゃんって。美しい時間稼ぎにして、発電機がないエリアで持って行って、結局発電機回せんだろ。美しいだろ。折れんなよ。ケイトロがシェリル、こういうプレイになれ。スーパースターヒルちゃんがいれば勝っちゃうんだよ、簡単に。面白くないぐらいの敵だったよ。ケイトに伝えたいのはもう抜けろ。時間の無駄だから抜けろ。そういうことすんな。しなくていいから、そういうことは。抜ければいい。だから言ってんのに、もう無駄だって。無駄なことはすんな。レオンのあれは救助ミスが、こういう致命的なゲーム作ってっから、俺はもう回復いらない。ケイトの回復は。私の雪だるまの音を逆手にとって発電機が回ってるエリアを周回させて、ケイトとスケイトの発電機を回させるのに、ね、不祥事発電機回してたら怖いからね。ほんで最後は得意の一番どうでもいい位置で発注するっていう。何してんのこの人。マジでこいつ何してんの。前代未聞なんだけども、絶対見物なんだけど、何してんの。あ、
驚きすぎて言葉出ないんだけど。何してんの？あ、ノーワンだったの？ノーワンだったからってもう言ったらいいの。驚きすぎて言葉出ねえんだけど。分かって当たり前。何してんの？と。まあ、いれば勝っちゃうわな。